最近話題のアシッドアタックが傷害罪ってかなり危険だと思うけど、どうも、それはあれ犯人捕まったんすか？なんか塩酸かけた人って。捕まってないとすると、ちょっとなんか日本の治安そろそろ大丈夫っていう気がしますけど。あ、捕まったんだ。犯人は結局理由は何だったんですか？全然関係ない人なの？知り合いなの？あ、硫酸だったんですか？沖縄で捕まった。あ、めっちゃ逃げたんだね。へー、サークルの先輩。あ、知り合いなんだ。おー、すごいね。知り合いで硫酸かけるんだ。ほう。だからやっぱね、その攻撃性の高い頭のおかしな人ってね、敵に回すの良くないですよね。たまたま銃がないから撃ってないだけで、そういう人って銃があったら使っちゃうと思うんですよね。僕の知り合いで死んだ魚の目をしてる性格の悪いデブな頭のおかしなおっさんがいるんですけど、まあ日本の場合銃がないので僕撃たれてないんですけど、彼銃渡すと本当に銃口僕に向けてきますからね。やっぱ頭のおかしな人がいるところで、なんかアメリカみたいなやっぱ銃のある国っていうのはちょっと相性悪いんじゃないかなと思いますけど。タメ口で切れたの？タメ口で切れ入れて硫酸化ができたの？ちょっとなんか状況が分からなすぎる。後で調べます、すいません。以前アベマ TV で某国際政治学者の女性がひろゆきと呼んでましたが、女性からの呼び捨てについてどう思いますか？別に女性男性問わず、僕はアメリカだったりフランスだとひろゆきって呼ばれるのであんま気にしないですけどね。あの方は旦那さんがアメリカ人だったりするので、なので別にそういう文化圏で育ったんじゃないかなと思います。無敵の人テロが多発して社会的弱者問題が議論になってますけど、金木中年は社会のせいではなく当人たちの無能さと怠惰のせいではないでしょうか。強者総取りで弱者の出足が当たり前であって、今はむしろ惨めに生きていくのを受け入れじゃなくて済むだけマシな世の中の何が不満なんですか。なんだろうな、何にもない人はどうでもいい人なんだから黙ってればいいじゃんっていう人にとってみると、別に社会なんてどうでもいいんだから壊してもいいんじゃねっていうのって表裏一体だと思うんだよね。僕ひげおやじさんの悪口めちゃくちゃ言ってるわけじゃないですか。正確に言うと褒めてるんですけど、でひげおやじさんに悪口言われてもしょうがないなと思うんですよ。なのでその自分が相手にやったことって相手から返ってくるもんだと思うんですよ。社会がその金もないキモいおっさんに対してお前早く死ねばいいのにって思ってたら、やっぱりその人たちも社会に対してじゃあしてやるわってなってくると思うので、あんまり良い循環ではないと思うんですよ。で、金もなくて気持ち悪い中年のおっさんで子供部屋にずっと住んでらっしゃる方っていうのが今5845人ぐらい見てると思うんですけど、その人たちにお前の人生って価値ないし生きてても無駄だし何のために生きてんの、製造機なのとかって言っても意味ないじゃん。言ったらお金もらえるわけでもないしさ。なのでとりあえずほっとけいいんじゃないの。なんかさ、ニートとか引きこもりの人とかにさ、家出てこいとかさ、働けとか言う人いるんだけどさ、ほっとけいいんじゃないの。この人気持ち悪いんだと思ってもさ、口に出さないでふーんって思ってればいいじゃん。なんでそのわざとそういう弱者の人の悪口を言おうとするんだろうね。無敵の人たちが団結していろいろやらかすことってありそう？今は個人プレイの無敵の人がニュースになるけど、日本はそんなに多くないと思うんですけど、たまにあるんですよね。ネット上でその知り合った人たちでなんか犯罪をしましたみたいなのニュースがたまにあるので、そういう意味でないとは言い切れないんですけど、他の国より少ない気がします。キモヨさん、おばさんは孤独に死んでいった方が人類が優秀な集団になることに貢献することになるといったつぶやいた結婚コンサルタントが炎上してました。炎上マーケティングだとしても、わざわざ無敵の人を焚きつけるようなことをするのは近い将来シャレにならない事態を招く気はありませんか。ただ無敵な人になって犯罪を犯すっていうのも結構能力がいるんですよね。最近読んだ無敵の人の黒子のバスケの人のやつだ。黒子のバスケの人が自分がそのこういう風に思ってやったんですよみたいなのがツイッターに上がってまとめがあったんですけど、なぜ黒子のバスケの作者を目の敵にして自分はその犯罪をしたかっていうのをちゃんと説明してて、ずっと童貞だったみたいなこと書いてあるんですけど、でその人やっぱね、読むとね頭いいんですよね。やったこと自体はどうかと思うって犯罪なんですけど、でもそれなりに頭がいいので結果としてその最初の頃に捕まらなかったっていうのがあるんですけど、多分そのひげおやじさんみたいな頭の悪い人が犯罪やろうとしてもすぐ捕まっちゃうので、社会に影響を与えるにもそれなりの能力が必要なんじゃないかなと思います。資本主義を追求しすぎると無敵な人がこんな世界ぶっ壊していると革命学者から追求しない方がいいかもとのことでした。無能な人が資本主義システムを逆恨みしてるだけだから別に小主義は追求しても問題ではないでしょうか。なんだろうな、説明するとややこしいんですけど、じゃあちょっと説明しますね。 3D プリンターっていうので銃が作れるっていうのは皆さんご存知の通りで、ググれば設計図とかも出てくるんですけど、でそんな感じで、じゃあ武器というのは 3D プリンターで作れますと。で 3D プリンターインターネットに繋がってますよねと。そこでウイルスかなんかばらまいて、じゃあ 3D プリンターの中にそういう武器を作るもので、今の段階でまだその電池とかバッテリーみたいなもの作れないんですけど、じゃあ 3D プリンターでバッテリーが作れるようになりました
たってなると、バッテリーっていうのはエネルギーを貯める装置なわけですよ。で、そうするとサムスンの電話が爆発したみたいな事件とかもあったのでご存知の方いると思うんですけど、バッテリーって過充電したり熱を加えると爆発するんですけど、じゃあ誰かの家にある 3D プリンターにウイルスばらまいてひたすら充電させてっていうのを世界中にいっぱい作ってせーので爆発させようみたいなウイルスとかっていうのを入れるとドーンとかなっちゃったりするわけですよ。という感じでその技術が進歩していくと、悪いことをしようとした人が悪いことをする影響って大きくなっちゃうんですよ。例えば銃を持ってる国だと悪いことをしようと思ったら銃乱射して何十人も殺しちゃうんですけど、銃がない国だと、まあ、車で人を殺るとかナイフで人を殺るぐらいなので2桁の人なかなか難しいんですよ。っていう感じでその資本主義を追求し続けると技術の発展が早くなって、よりその人を殺す手段っていうのも簡単に作れるようになってしまうので、おかしな人が、まあ、今50億人ぐらい人類いるらしいんですけど、50億分の1ぐらいでおかしな人が出てきた時にやらかすっていうのは僕はあるんじゃないかなと思ってます。なんか最近もね、核融合成功した子供アメリカで出たらしいんですけど、僕の知る限りアメリカでその核分裂だ、核分裂を家のガレージでやった子が3人ぐらいいるんですよね。市販されてるものだけでアメリカ人で3人作れてるっていうことは多分他の国にもいると思うんですけど、でそれもそんなにでかい規模のものじゃないと思うんですけど、でそれを多分やろうっていう人が今後も出てくるので、そういう便利なものがいろいろ手に入ってお金があれば何でも買えるよねってなると 3D プリンターで核融合を作っちゃいますみたいなのも可能になっちゃうので、最近その核融合を作った子たちっていうのはね結構褒められるんですけどね。僕1976年生まれで家のガレージで核融合を成功させた人がいるんですよ。で今っていろんな技術もあるし、どうやって安全に作れるかっていうのもあるので、今成功した子供たちってオバマ大統領に会って表彰されたりとか結構優秀ないい人生を歩んでるんですけど、1976年に核融合を作った僕と同い年の人ってそこまで安全設計ちゃんとしてなかったので、すげえ放射線いっぱい浴びちゃったんですよ。で核について超詳しかったんで、大学行ってその放射線行って NASA かなんかに入ろうとしたら人生のうちで放射線を浴びえる許容量を超えてしまっていたので、放射線の関わる仕事ができなくなったんですよ。で放射線の仕事できないっていうので、まあいろいろでもまた家でも核融合でやろうみたいにやってて、で失業してうつ病になって、核融合で使う希少金属パラジウムかなんかが昔の時計の振り子時計のなんか振り子の部分に入ってるとかで、で図書館かなんかに忍び込んでるところを捕まって逮捕されて刑務所入って、で最後自殺して終わるっていう人生だったんですよ。彼が10代のうちに核融合を作るっていうめちゃくちゃ賢かった子なんだけど、結局そういう終わり方をしてしまったんですよ。僕と同い年の人なんですけど、今は全然若い子がすごいよねっていうのを表彰されていい人生を歩んでるんですけど、そういう感じでその核分裂だね、ごめんなさい、融合じゃないです、76年の方はね、優秀すぎても社会がそれを受け入れないこともあるし、うまくいくわけでもないので優秀じゃない方がいいっていうね、切ない話になりますけども、鼻かみます、すいません。貧乏になればなるほど食わなきゃいけないから悪いことをせざるを得ないっていう人が増えちゃうので、窃盗って7割捕まらない8割捕まらないってなると窃盗やった方が得になっちゃうのよ。例えばさ、窃盗が 100% 捕まらない国になったとするじゃん。で飯食わなきゃいけないと、そしたらさ、しゃあないから横に寝てるおっさんのさ財布取るじゃん、めちゃめちゃ腹減ってますと。で窃盗絶対捕まらないですってなっててさ、おっさんがトートバッグに財布入れてたらさ、それは財布取るじゃん。でそれってもう仕方ないと思うんだよね。善悪で言ったら悪かもしれないけど、しょうがないじゃん。それ我慢して餓死って人間できないからさ。そういう風な状況を作らないっていう方が、万引き家族見てないんだけど、万引き家族ってそういう話だもん。知らんけど。そういう風な状況にしないためにも、食うには困らないっていう状態を日本人の中で作っといた方が、要は窃盗率っていうのは下がると思うんですよ。中国みたいに監視カメラを置けば解決する。まあね、中国監視カメラ置くまくりの社会になってますよね。ただね、監視カメラを置きまくって、で犯罪者を捕捉できるようにしても、犯罪者を捕まえるためのコストを誰が払うかっていう問題に多分行き着いちゃって、犯罪者を捜索して捕まえるっていうのはさ、警察官が例えば2日かかるとするじゃん。警察官はさ、警察官の給料も含めてさ、1日3万円かったとしたら2日で6万円ですよ。で犯罪者を捕まえても6万円は回収できないんですよ。なので犯罪をいっぱいしたとしても犯罪者を捕まえるコストが払えないと、結局犯罪率って下がんないんですよ。中国ってじゃあ監視カメラでめちゃめちゃ犯罪者捕まえますってやったとしても、人口がそもそもめちゃくちゃ多いから、捕まえるコストの警察の給料の方の問題が多分出ちゃうんじゃないかなという気がしています。つまりアメリカ村は正しいと。そうそう、アメリカ村ね、監視カメラを撤去する方がいいからね。
あの、猿は同じ身の丈同士で遊ぶっていうのが、アフリカかどっかのことわざで、戦いは同じレベルの人同士しか発生しないっていう話で、小学生に悪口を言われても、普通怒らないじゃないですか。でも、小学生レベルの人って、小学生に悪口言われて、ガチ切れしたりするんですよ。レベルの低い人って、レベルの低い人に怒られると、悪口言われたりすると本気にするんですけど、僕その、基本人に悪口言われても、あまり気にならないんですよね。エゴサをして悪口を言われてるので凹むみたいな人がいるんですけど、僕赤の他人に何を言われても全然気にならないんですよ。残念ながら同じレベルではないのでっていうのがあるので、気にする人って小学生とかでも気にするので大変だよねっていうのがあるんですけど、なので同じ身の丈にならない方がいいよって話です。自分に悪口を言う人に対して仕返しをしたいとか、やられたりやり返したいっていう人いるんですけど、それやり返してる時点で同じ身の丈になっちゃってるんですよ。なので自分に対して危害を加える人っていうのは世の中にはいるんですけど、ただ別にその小学生にやり返してもしょうがないんで、あ、そういう人もいるんすね、そうっすね、あ、頑張ってくださいっていうので、ほっとくっていう方が人生楽なんじゃないかなと思いますっていうコメントでバーカって書かれる僕。はい。